冬季営業中の双子池ヒュッテ。冬山登山の入門ともいえるこの場所には、冬も多くの登山客が訪れます。冬の北八ヶ岳、双子池に広がる癒しの空間。コロナ禍に始めた冬季営業に秘められた思いとは。これはどんな困難にも負けない笑顔あふれる夫婦の物語。お二人は山好きですか？はい、山好きです。このすごく大自然の中に囲まれてるだけでとっても幸せです。では、トモです。嫌いです。トモキさんのご実家の家業は八ヶ岳で人気を誇る黒百合ヒュッテ。生まれながらにして山に囲まれた生活を送っていました。まあ、もともともう物心ついた時から山にずっといますし、まあ、ずっとなんかね、好きになる前にもいやいや仕事をしてるっていうような状況なんで、やっぱ嫌いですよね。それこそよしこと会うまではもう全然山も行かないし。そんな友樹さんが双子池ヒュッテを引き継いだのは結婚3年目の2018年。なんかこう山小屋を、まあ、引き継ぐっていう形ではあったんですけど、一からスタートっていうのは本当に初めてだったので、何にするにも大変でした。やっぱりお客様を迎え入れるのに、その台が変わったっていうことで、やっぱり皆さんどういう風に変わったっていうのをすごく見られるだろうなと思ってたので、友樹さんがどういうことをこうアピールしたいかとか、どういう風に皆さんにこう心地よく過ごしてもらいたいかっていう、こう考えのすり合わせとかも本当に一つ一つ話して、形にしていくのが本当に大変でした。お二人には心強い仲間の存在も。そうですね、もう本当大変だったんですけど、その時にこう、まあ、一番助けてくれたのが滝田さんっていう、まあ、今大番頭やってくれてる人なんですけど、ずっと支えて、影日向で支えてくれてますね。いなくてはならない存在です。親以上だね。ねえ、本当に。大番頭を務める滝田さん、智樹さんとは30年来の付き合いだといいます。いつも私はどっちかというといじられる役と思ってあれなんですけども、だけど実際ね、私が困ってる時にはものすごく親身に、こういうふうに人のことを思ってくれるんだっていうのが随所に現れますね。例えば仕事で、あ、失敗しちゃったって言って、あ、言いにくいなっていうところがあるんですけども、それをちゃんと言うといいんだよっていうような感じでもって、逆に親身に答えてくれて、やって手伝って直してくれたりなんかしてっていうのがあります。だから多分そういうところがいいんじゃないかなっていう、ファミリーというか、スタッフ、それから友樹さんとそのよっちゃんとの関係とか、そこが温かくすれば私はいいと思うんですよね。そんな元気いっぱいのご夫婦が営む双子池ヒュッテの魅力をご紹介。冬は、ハンバーグカレーとオニオンスープという感じですね。カレーは信州牛の、カレーを使ってますし、あとハンバーグは肉屋さんに特注で作ってもらって、朝食はワッフルを出してますね。一つは卵サンドと
もう一つはブルーベリーとマスカルポーネのワッフルですね。ワッフルは結構喜んでいただいているような形で、皆さんよく残さず食べてくれてますね。双子池の一つ、メイケ沿いの森の中にある小さなキャンプ場。冬は池の水が凍り、大雪原が広がる。双子池周辺の冬ならではの魅力とは。冬はすごく雪で真っ白になってしまうんですけれども、白銀の世界も綺麗で、池の上の雪が風で飛ばされて氷が出た時は太陽の光が当たって湖面の氷がキラキラ輝いていて、それを横目で見ながら散歩するのもとっても好きな時間です。夜は満天の星が空を彩る。冬の星座たちが双子池の一日を締めくくる。冬季営業している山小屋でしか見ることができない美しい夜空だ。営業当初、冬季に休業していた双子池ヒュッテは2019年末から冬季営業を開始。もともと双子池ヒュッテが、季節営業だけだったので、何年も、働いてくれてる従業員もいますし、どうしてもその冬の雇用を作ってあげたいなという思いで冬季営業を始めました。けれどそんな矢先、コロナ禍で世の中が一変しました。最初はもう全然お客さんが少なくって、本当にスタッフさんにお給料を支払うなんてとても難しいぐらい の, やっぱり売り上げしかなかったので、本当に続けていってどうなのかっていう不安はありました。すごくこう悩んで、よくこう夫婦でも喧嘩したりとか、結構こうね、よし君には辛い思いもさせたかもしれないですけど、嫁さんが支えてくれたっていうことと、あと滝田さんが明るくいろいろサポートしてくれたっていうのが一番大きいですね。家族やスタッフに支えられ、冬季営業4年目の今年は多くの登山客でにぎわいを見せました。そこにはコロナ禍ならではの新しい試みが。一番工夫してるのは室内テントですね。その一人一張り寝ていただくような形で確保してるような感じですね、スペース。お二人のおすすめの過ごし方とは。冬はハンモックに揺られながらゆっくり空を見上げてのんびり楽しむのもとてもおすすめです。僕のおすすめは双子山のてっぺんのところですね。北横も立科山もすごく綺麗なビューポイントとして見えるんで。コロナ禍を経て米川夫妻が今思うこと。なんかコロナになってから余計ですけど、いろんななんかこう自分の中では消化しきれない、いろんなものを抱えてやっぱり仕事したり生活されてると思うんですけど、それがこういうこう自然の中に来てすっきりして、ああまた日常の生活頑張ろうって思える場所であれたらいいな。なんか帰ってきた的な
おかえりただいまって思えるような、なんか落ち着くなっていうか、ゆっくりこうくつろげる場所ができたらいいなと。はい、あずき、うん、冬もたくさん来てくれるようになったしね。そうだね、本当、ね、何が一番大変だった？コロナかな。コロナ禍、うん、まあなんかやっと落ち着いたっていう感じだけど、だんだんね落ち着いてきたけど、もうなんかどうしようだったよね。全てが大変だったよね、うん、スタッフ、従業員、うん、いろんな方、まあお客さんもそうだけど、本当に人に恵まれてるよね。ありがたいね。ありがたい、うん、あれだね、またシーズンが始まるね。あともうちょっとだ、あっという間だよね、うん、もう4月になったら小屋開きだ。小屋開き、みんなまた戻ってくるよ。そうだね、うん、まあうちららしくね頑張りますか。そうですね。マルチ、いい天気。何か今年やりたいものある？ハンモクデイ。ハンモクデイ。同じベクトルで同じ方向にこう向いた時にすごく力になるっていうか、あの本当になんか思ってもいないような力になるのは確かですね。絶対なんとかなるとか大丈夫っていう、こう安心感がありながらでもあの楽しい存在でいます。